第464回9月7日火曜日救世軍オンライン祈祷会。聖書フィリピの信徒への手紙3章8節。そればかりか、私の主キリストイエスを知ることのあまりの素晴らしさに、今では他の一切を損失と見ています。キリストのゆえに私はすべてを失いましたが、それらを塵アクタとみなしています。信仰生活で最も大切なことは、イエス・キリストを知ることです。イエスを知る素晴らしさは他の何者にも代えがたいものです。聖書の示す知るの意味は、単に知識として知ることで終わるものではありません。キリストを知る素晴らしさは、人間が持っているあらゆるものを犠牲にしても自分のものとすべきものです。主を信じた者は、イエスを2000年前に来られた救い主として知るだけでなく、今の時代にも神の御子として私たちのうちに生きて働いておられることを経験しているものです。ヘブライ人への手紙13章8節。イエス・キリストは昨日も今日もまた永遠に変わることのない方です。今も生きて力強く働いておられるイエスを、知識としても自分の経験としても深く知りたいと思います。共に祈りましょう。今週の祈り。1. キリストを知る喜びで満たされますように。2. 医療体制が守られ、感染者とその家族が支えられますように。3. アフガニスタンをはじめ、世界中の抑圧された人々が守られますように。いつも変わることなく、私たち一人一人を愛していてくださる神様、今日も祈ることができて感謝をいたします。イエス様のことを知るときに、私たちは感謝と恵みで満たされます。心からありがとうございます。あなたの十字架を思うときに、どんなにあなたの犠牲が尊いものであるかを知ることができます。神様、どうぞいつでもどこでもあなたを見上げるものとしてください。世界中の苦しんでいる人のために祈らせてください。コロナで苦しんでいる人、抑圧され苦しんでいる人、その一人一人の上に神様の不思議な御業が行われますように。今日もあなたが共にいてくださり、恵みで満たしてくださることを心から感謝しつつ歩ませてくださいますように感謝をいたします。御子イエス・キリストの尊い御名によってお祈りをいたします。アメン。